はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあまず先生が授業において大切にしていることを教えてください。はい、私が授業において大切にしていることは2つあります。1つ目は、子どもたちがモチベーションを高められるような声かけをすることです。2つ目は、やるべきことを明確に、指示を出すことです。先生が思うこの教室のいいところを教えてください。はい、この教室には実習に来てくれる子どもたちや、また、私たち先生に質問に来てくれる生徒が多いです。そのことを通して先生たちも自分の生徒以外の生徒に声をかけたり、生徒からも自分の担当の先生じゃない先生たちに声をかけてくれて、こう教室が一体感のある感じがとてもいいところだと思います。